物であって、それは要するにその物理あのいないわけですよ。主体がいないんですよ。で、その単に物理的に同じ空間にいるというだけでは、おそらく先生のおっしゃるような教材感覚ということではなくて、そのもっとその認知はされているんだけど、そのなんていうんでしょうね、あのアドレスされないという特殊性がある。でそれがそのさっき言うように見えない主体なんかを考えるとちょっとややこしくなってくるんですから、その点をちょっとか、その点をかなり明確に議論された方が分かりやすいんじゃないかと思ったというのが一つ。もう一つは、あのこれがその対話ドグマっていうのがドグマだっていう指摘、ご指摘については多分基本その通りだと思うんですが、一方でやっぱりこれが近代のセントラルドグマなんだなっていうのが、私なんかで思うことで、つまりまあ例えばその主体認知にもがわあの普通と違う人っていうのは我々の社会の中でももちろんいて、あの要するに例えば人が自分と同じ感覚を持っていると同じ、その感情を持つっていうことを信じられない人っていうのがいるわけですが、それはあの現代社会ではその障害者っていう扱いにされるわけです、我々の世界。その先ほどのやっぱりその対話のこういう社会の対話をあの発話を見ているとやっぱり思うのは、ここにはもう近代がないっていうか、近代性が非常に弱いっていう感覚で、やっぱりその非常に何て言うかな、理性なり何なりを持っていて、その他の人と区切られて異なる精神を持つ主体っていうものがいるんだと。だからそのアドレスして話しかけないとその主体に訴えかけることができないんだっていう心境がないんだと。で非常に興味深いのはやっぱりこういうものがその聴覚の方で出て示されているということで、というのはそのあの近代的主体を生み出すその重要なデバイスってあの視線なんですよね、カウンティコンの話ですから。そういうところも含めてやっぱり これがその違うあり方なのは間違いなくそうで、だから人類学的にはこういうものがあるっていうのは非常に興味深いんだけれども、やっぱり これだと近代が来ないんだろうなっていうのがちょっと私の感じたことなんですが、最初の質問ですが、まあ私の立場は、まあ、インタラクション一元論といいますか、あの、まあ、物理的はどうしようとか言うというかですねでその本当、まあ、我々から見たらその相手がいないんだけども何かやってるというのも、あのちょっと本の中で議論したんですが、あのイライザっていうのがありますよね。あれなんかはまあその、主体はいないんだけど、でもなんか夢中になっちゃうと。そういうのもやっぱりその自分から自分へのこうループみたいなインタラクションがある。それもやっぱ一つのインタラクションかなというふうに、思ってまして、まあ、そういう形でそのインタラクションの概念をちょっとしてくれて、見てたらなと思ったんですが、どちらかというと、あのいて喋ってるんだけど無視されているっていうケースの場合に2つあり得て、それは1つは今回のように主体として認知されているんだけれども、そのアドレスされてない対話あの発話である場合と、もう1つはそこに物理的に存在しているんだけど主体とみなしてないから対象だと思っていないというケース。まあ、古典的には例えばその、昔あのアーロン収容所だったかな、そのアメリカ、イギリス軍の女性士官が日本人捕虜の前で平気で裸になるという話が出てきて、それは要するに羞恥心の対象だとみなされてないということなんですね。主体なんだけれども、その裸はお互いに見ないように儀礼的に振る舞うというのではなくて、そもそも主体ではない。そこの違いをがちょっと気になる。これはあの先生のおっしゃる通り儀礼的な無視だと思うんですが、そうですね、まあそのアーロン収容所のような状況はさすがにこの社会では、まあ、あまりないだろうなと思いますけれども、結構まあある意味禁止な社会ですので、そこまで無視するというのはまあちょっとないかなと思うんですけれども、まあ近代のお話は確かにそうだと思うので、まあ別にこの人たち近代、まあ、近代がいいかどうか知らないし、そこは別にいいですか、いいんでしょうというような、まあ、気がしますけれども、確かにそうですね、近代中なんかちょっと壊滅的な概念にもちょっと触れないといけないかなという気がするんですけど、
ジオは随分入ってます、ですからみんな結構国際情勢とかも知ってまして、僕が行ってる時にあの昭和天皇は亡くなったんですが、ただなんか高いやつがやってきて、おー日本のアンテレールが死んだなとか、広いとか死んだとかいう感じですね。じゃあその中でこういう、トーキングドラマもやってます、まあ、トーキングドラマはさすがに最近になるとちょっとこう下火というんですかね、昔ほどはやってないですが、それでも一応まあ叩いてますし、まだ続いてるので、ぜひ続けてほしいんですけども。当然長くていうことが定義して確認したいんですけど、はい、その本番局がまた、はい、ラグラティングアップっていうのも兄弟関係じゃなくて、いえ、それそうなんですか、すべて、まあ、兄弟感覚一元のみたいな感じで、とにかくその全く例えばですね、こう鋼鉄の壁で隔てられてこう2社がいて全く何もこう交流がないというのは、まあ、教材ではないと思いますが、少なくともその相手がいることが私が分かっている、私がいることが相手が分かっているというような状態で何かが起こっているのは全て教材を満たす。今コンテンツは全員教材だと思っているんですか？もちろんそうです、ね。まあ、そこでまあどこでその、まあ、教材とかインタラクションというのとそうじゃない状態を区別するのかなというので、僕は一応その、まあ、相互予期的な状態、つまり例えばそこに誰かいる、で私はその人を見てるんだけど、その人は私のことを気がついてないのを教材と呼ぶかどうかというのは微妙だと思うんですけども、なんかお互いに気づいていて、まあ、無視するか何するか知りませんけども、気づいている状態だったら、まあ、とりあえず教材と呼んでいいんじゃないかなと思いますが、我々の教材感覚と防犯局や防犯局が違うっていうことがある、そうです、そうです、そうです、もちろんそうです。今日のお話聞いても全然自分の、知らない部分がいっぱいあってすごいなと思ったんですけど、先生はこの、ボンガンドがそのバカについての研究で全然この日本と違う、これとは全く違うその、地域で研究されて特にこう大変だった部分とか多分あると思うんですけど、それをぜひあとそれをどう乗り越えていったかっていう、いやそれを話し始めるとちょっと時間が、まあそれはよくね、やっぱフィールドワークやったら聞かれますけど、まあ一番よく聞かれるのは、まあ何語で喋ってたんですかっていうのと、何食べてたんですかっていうと、よく聞かれますけども、まあその辺もいろいろ動画らしいがあります。まあそうですね、あと、一体出ることだというような感じにしましょうか。ちょっと単純に質問なんですけど、バカ族の集会所っていうのは、はいはい、何か議題があって、まあ、そうでは全くない、まあ、そう議題があって集まることもあることはありますけども、まあ、別にそのバカだけじゃなくて、まあ、本願堂でも紹介しませんでしたが、まあ、大体アフリカの村だったら大抵ですね、ある人の村の塊があったら、その真ん中辺にああいう小屋が建ってるんですよ。でそこで、まあ、要するにまあ、たまり場ですね。あ、なんか公園に奥さんたちが集まって、まあそんな感じですね。で、まあ、どっちかというと、まあ、男は入れるけど女も来てもいいけど、あんまり女だけがたまっているということはないというような感じはありますけど、その同時にたくさんの人が話していて、それを聞く人はそれを全て同時に理解できるんですか？それは非常に難しくて、まあ、衝突体制ないですから多分無理だろうと思うんですよ。だから多分もし聞く気があるんだったらどれかに集中していると思う。